開けこんにちは、もみです。今日は骨盤を立てるためのストレッチです。開脚で大事なこと、骨盤を立てること、私もこの動画で結構それを言ってます。たくさんやっていただいてありがとうございました。ただそれが難しいんですよね。ということでこの動画作ってみました。今日は大きく分けて3つのことをやりたいと思います。まず1つ目、仰向けになって骨盤を後傾前傾させるっていうことを練習してコツをつかんでいきます。2つ目、骨盤を立てる上で柔らかくしたい筋肉、お尻、太もも裏側、そして腹直筋、お腹の前側をストレッチしていきます。3つ目、股関節を少し動かして柔らかくしていった上で骨盤を立てるっていうことを実践していきましょう。この動画1回で骨盤が立たなくてもゆっくり着実に安全にやっていきましょう。では始めましょう。開くぞ。はい、では始めていきましょう。仰向けになります。まずは骨盤前傾後傾の感覚っていうのを掴んでいきましょう。さあ、仰向けになったら膝と膝の間、拳一つ分ほど開けて、両手は骨盤を持つ中に腰骨のあたりね、ここブリブリっとした骨のところに添えていきます。まずフラットニュートラルな状態にしたいので、背中を床に押し付けるような感覚、できるだけまっすぐ平らになっているイメージを持ってあげてください。骨盤もまっすぐな状態です。大丈夫でしょうか。ここからまず後傾させていきます。骨盤を後ろにこう傾かせるってことをするんですが、おへそに、ね、ビー玉が乗ってるとしたら、お尻を骨盤を傾けることでお尻少し浮かせる、手骨を床から離して、骨盤、口骨にビー玉乗ってたら、ここの胸の辺までコロ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 って転がるようなイメージで、少しお尻をこう巻き上げていく、ぐっと巻き上がっていきます。で戻して、またビー玉がコロコロっておへその辺りまで戻ってくるイメージで、今度は前傾です。これが骨盤にいわゆる立てるっていう状態になってくる感覚ですね。前に骨盤をこうぐーっと傾かせるんです。この時背中が床からこう離れてます。手が思いっきり入るような感覚、コロ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 と地骨のあたりまでビー玉が転がっていくような感じです。こう前にね、これが前傾です。で戻してまっすぐニュートラル、もう一回お尻をぐっと巻き上げ、わざと床からも離しちゃってるんです。すくい上げるような感覚でぐっと骨盤を後ろに傾かせる後傾です。猫背の方は普段骨盤の後ろにこう倒れている状態、後傾姿勢になっている状態ですね。でまっすぐに戻すニュートラルです。もう一回いきましょう。ぐっと前に倒して、これが骨盤前傾。開脚の時に骨盤がこれ立っているっていう時はこういう状態です。背中が少しこう反っているような感覚なんですね。前に入って立ってきます。これどうでしょうか、やりやすいかやりづらいか。普段の姿勢が後傾であればこっち難しいです。でまっすぐに戻す、大丈夫かな。でこのまま、もう2番に入っていきます。硬い、まあ、この骨盤を立てるときに難しい、特に骨盤が後傾している方は硬くなりやすい筋肉を大きく分けて3つほぐします。まずお尻、大臀筋の筋肉をほぐします。右の足を左足に乗せ、数字の4になるように真ん中がこう空いている状態を作っていきます。右手その真ん中に通して、外側からお膝の上でつなぐ、つらい場合は太ももの裏でつないでいきます。乗せている足のかかとを蹴れればより伸び感が強まっていきます。太ももの外側も伸びてくる感覚があります。で右膝も自分にあまり近づかないように、遠く離すことによってよりお尻周りや太ももの外側、まあ、股関節にまでね感覚があると思います。伸びてくる感覚が得られるかなと思います。あとは呼吸が止まらないように意識してあげてください。これは腰痛の予防緩和にも大変有効です。お尻が凝りやすいですからね、腰痛がある方は。はい、では緩めていきましょう。一度右足左足伸ばしてリラックスしてあげます。反対いきます。両膝立てて、左足を右足の上に数字の4になるように乗せてあげます。真ん中ぽっかり空いてます。左手通して外側からお膝の上で手をつないでいきましょう。これはヨガのポーズでコアラのポーズというポーズです。お尻気持ちよくストレッチできます。さあ、乗せている足、左足のかかと蹴れれば
方蹴る、お膝自分から遠ざけられる方少し遠ざけて、お尻の筋肉を少しずつ伸ばします。持っている膝のあたりで、ね、ここ遠くて辛い方太ももでもいいし、引き寄せたい方お尻があんまりこう巻き上がりすぎないように気をつけながら、ぐーっと引き寄せてあげる、じわじわじわっていう感じです。で、呼吸止まらないように気をつけましょう。はい、手を離してあげて、足を一度ゆっくり伸ばしてリリース、緩めてあげます。OK です。ふくらはぎ、太もも、足の裏側を伸ばすことをしますので、一度起き上がりましょう。どちらか好きな方に倒れて、手で大地を押すようにして体を起こしていきます。大丈夫でしょうか。じゃあ太ももの裏側、ハムストリングス伸ばしていきます。両足を伸ばした状態、長座を作ってあげて、お尻でちょっとこう外側にグッグッとかき出すようにしてください。でかかとを蹴って、つま先天井に上げていきます。背中がこう丸まらないように、この時にもう丸くなるっていう場合でも大丈夫、意識があればいいです。まず上に伸びるっていう感覚が大事です。さあ、右足を立てましょう。左足をあの太ももの内側にこうピタッとくっつけます。私鏡になるように今やってますからね、同じように足はまっすぐ伸びている状態です。さあ、左の尻が今前に1個出やすい、1個下げて、骨盤が横に並んでいる、お尻2つ横に並んでいることを意識してあげてください。はい、では背筋スーッと伸ばして、吐いて少し前です。さあ、辛くない程度で大丈夫です。太ももふくらはぎ、この裏側ですね、足の裏側がピピピッとする感覚があればグッドです。かかとを蹴れれば、よりこのふくらはぎまで刺激が気持ちよく入っていきます。ストレッチの時に、まあ、あえて背中を丸めてやる方法もありますが、今はふくらはぎ、太もも、特に太もも、ハムストリングスが伸ばしたいので、背中が伸びた状態、お腹と太ももが近い状態を作りたいです。少しずつ近づけていくということをしたいので、背中を長く伸ばしていきます。背中も引き締まっていきますよ。呼吸しましょう。ふくらはぎが少しずつ柔らかくなるとイメージします。たくさん倒さないで大丈夫です。少しずつ少しずつで構いません。はい、で緩めていくってことをしていきます。緊張と弛緩っていうのを繰り返して筋肉柔らかくしていきましょう。はい、では反対いきましょう。一度長座作ってあげて、左足立てで倒します。右の太ももの内側です。ちょっと引き寄せて、さあ、右のお尻1個後ろに下げていきましょう。2つのお尻を横に並べ、伸ばしてる足まっすぐ、かかとを蹴ります。背筋を一度伸ばし、いけるところまでいいです。ちょっとでいいですよ。あんまりたくさん倒れなくて大丈夫です。太ももの裏側の伸び感を感じてあげてください。ここがあのね、太ももの裏側、ハムストリングスと股関節ですよね、やっぱりがこう開いてこない、伸びてこないことには、多分骨盤を立てるっていうこと、前傾があのうまくできるようになってきても、結構こうグッと腰が入ってこないんですよね。なので、やっぱりここのストレッチっていうのはとても大事になってきます。焦らずゆっくりやっていきましょう。はい、で緩めていきましょう。力抜きますね。で、今度はうつ伏せになって、腹直筋と、この前側です、お腹の前側っていうのを伸ばしたいので、うつ伏せになります。両足は腰幅程度で、足の甲を寝かせ、顎をつけてください。両手は胸の横、脇を締めて、少しずつ少しずつ背中の力で体を起こします。ではもうヨガのポーズ、ブジャンガスラ、コブラのポーズってポーズがあります。で、ここで肘をついてスライドするように手を前に持っていったら、スフィンクススタイルと言います。かかとパカッといかないように、できるだけこう真上に向いている状態を作ってあげて、で今ここで伸び感が弱い、全然お腹の前側伸びていない方は、恥骨を床にグッともう刺すような感覚で落としてあげて、お腹の前側を伸ばすために、いけそうだから腰が辛い方はやめてくださいね。ここで待っていてください。いけなくて、で少し床を押して、お腹の前側を伸ばしに行きます。呼吸しましょう。顎を引いて、でもう一つ、自分自ら伸ばすために、恥骨を床にグッと落とすってことを、耳肩から離して、少し首長くするっていうことをしていきます。お腹の前側、硬くなりやすい部分なので、特に
猫背の方、巻き肩の方、骨盤が後傾して背中丸まりやすい方、これは前側がすごく伸びづらくなってきてますので、ゆっくり伸ばします。はい、では OK です。では両手を重ねていただいて、一度ほっぺたつけて緩ませます。でお尻ゆらゆら、この弛緩っていうのがすごく大事です。ふー、緩めていく、緩めていく、 OK です。では手で大地を押して体を起こすってことをしていきます。背中丸めて、ちょっとチャイルドポーズ、丸めた状態でおでこを床につかなくてもいいです。はーっと緩めてあげる。背中丸めてロールアップです。頭頂部座、吐いてリラックス。はい、ではもう、ね、座って足を広げていってください。股関節周りを少し緩めて、骨盤立てるっていうことをちょっとやってみましょう。両手を足の付け根に置いたら、右左と交互に少しこう前にグッグッと入れていきます。グッ、交互ですよ、交互。足先少しこうゆら、足先こうちょっとこう前に倒れたりして、そうで、ちょっと膝緩めてもいいです、こういう感じで。少しずつ少しずつ動かしてあげたら、今度は今前だったのを後ろ、足の付け根に手を置いて後ろに反って横向きますね、ちょっと見づらいかも。今こう前っていうのをやったけど、後ろっていうのもやってください。ぐっと後ろ、わざとね、後ろにこう倒れちゃうと思うんですけど、背中丸まってきて、まずこう後ろに倒す、で今度は前ってことをします。で今全然あんなふうできないよって方も、じわじわでいいです。少しずつ続けてみてくださいね。で他の、ストレッチ、開脚の動画なども組み合わせながら、やっぱり全部体つながってますのでね、全部やることで伸びていきます。ぐっと前です。私もこれが本当にグッと前に入ってこなかったので、これを骨盤がこう立ってくるっていう瞬間ね、楽しみながら一緒にやりましょう。どうかな、少し前後ろできた。でもう一回先ほどと同じように、股関節こういう前前で倒していきます。じゃちょっとねやってみましょう。両足を大きく広げ、かかとを蹴って、前後に手をついて、グッと足を広げられるところまで広げる。これ無理しないでください。骨盤を立てるっていう感覚を大事にしたいので、で両手後ろにこうついてあげて、今こう落ちている方も少しずつこう手頼っていいです。今壁とか使ってもいいと思いますし、少しこう感覚、最初にやりましたね、前傾後傾、この前傾姿勢に来る、足がこう広がってなくても前傾にこう入ってくるっていう感覚をイメージいつも持ってあげてください。そうすると体そこに持っていきますから、現れますからね、こう柔軟性がついてきたときに。どうかな、ちょっとね、やや胸をこう広げている状態でキープしています。力抜きましょうか。もう一回、骨盤前傾後傾ができるようになると、感覚だけじゃなくて、ものすごいいろんなストレッチも自ら伸ばす部分変わってきたり、あとはヨガでいうとポーズも、ね、すごく深まりやすくなるので、本当におすすめなんですね。ちょっとずつ練習してください。はい、で緩めます。行きましょうか。で前、トレーニングにもなりますよ、前。いいんですよ、丸まってても立たなくてもいいです、今は。で最後に足を一度こう閉じてあげて、で力抜いて弛緩をしてから、もう一回いきます。もういい、もう一回最後にいきましょう。で両膝立てて、またパタパタ、開きっぱなしもやっぱり良くないので、閉じるっていうこともして、ラスト1回、私も正面でやって、まあ、ここでちょっと前屈したい方、今そういう時間にしてください。こうやって前に倒れてみたりね、骨盤立てる方、前後に手をついて、少し前にグッと入れて、かかとをイメージ持ってあげてくださいね。こういう風になっていくんだってイメージ持ちます。呼吸します、キープ。でちょっと痛かったらまたこうやって動かしたり、緩めましょう。でパタパタします。パタパタ、手を信じてパタ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 ってしてあげてください。はい、で両膝ゆっくり立てて抱えましょうか。前後に緩めて、お疲れ様でした。はい、では顔を上げてください。お疲れ様でした。
盤を立てましょうとか骨盤を立ててなんてさらっと言いますけど、それができないんだよって感じですよね。コツコツ続けることで必ず骨盤がふって立ってくる感覚があります。私の場合は途中もお伝えした通り、股関節が柔らかくなってきた時、太もも内側ハムストリングスがやっと柔らかくなってきた時にグッと入ってくる感覚がありました。皆さんも体で全部つながってますので、まんべんなくほぐすことで早く開脚につながっていきます。ぜひいろんな動画も組み合わせながらやってみてください。このチャンネルではヨガだけではなくて、こういったストレッチであったりアイルベーダのお話なんかもやっています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお待ちしてます。